ハーパーゴフはアメリカ合衆国の芸術家、音楽家、俳優である。彼を最も想起させるのは海底2万マイル、夢のチョコレート工場、ウォルトディズニーが計画したミッキーマウスパークの初期の完成予定図とコンセプチュアルアート、そしてウォルトディズニーワールドテーマパークのいくつかの区域における多くの演出の背後にある強烈な美術力である。ハーパーゴフは コロラド州フォートコリンズに生まれた。ゴフは、生涯を通じて、鉄道模型の熱狂者で、ロンドン模型製造店で1951年に、ウォルトディズニーと思いがけず、出会い、その後すぐにゴフは、ウォルトディズニーカンパニーのロサンゼルス美術チームの、重要なメンバーとなった。彼の異彩を放つ仕事ぶりは、いくつもの映画と観光客のアトラクションに、独特の特色を与えた。 労働組合を通して雇用主との継続的な不和があったにもかかわらず、彼は1993年に死ぬまでずっとディズニーで働き続けた。彼はその死後、ディズニーレジェンドに選ばれた。俳優として、ゴフはいくつもの脇役を演じた。彼は、ウォルト・ディズニーのスタッフ仲間で結成された、もう一つのグループにも所属していた。それは、トロンボーン奏者である、 ウォード・キン・ボールが率いる7人組のディキシーランド・ジャズ・バンド・ファイアハウス・ファイブ・プラス2で彼はバンジョーを担当していた。トム・ソーヤ島にあるハーパーの製粉水車庫やウォルト・ディズニー・ワールド。ありがとうございます。